んこんにちは、ボディメイトレーナーの中塚ゆかりです。今日もよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。今日は腹筋です。それも立ったままできる、いつでもどこでもできます。そしてすごいお腹に効きます。ですので一緒にやってみましょう。では説明なしにもうどんどん真似してやってください。ではいきますよ。はい、ではお膝をまずね、軽く上げてみます。腰が痛くないかどうか確認してくださいね。はい、動作は膝をまず上げていきます。はい、では息を吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、お膝をまっすぐ上げてください。さあ、その時にお腹に力を入れて息を吐いていきましょう。1、2、3、4、細かく息を吐きながら数を数えてもらうと、お腹から息が吐けます。今はこんな感じで水平ぐらいまで足を上げています。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、じゃあ一回お膝を曲げて、ふう、はい、今度お尻を振っていきましょう。1、2、1、2と、ウエストをね、細くしたいのでこのあたり、お尻を振っていきます。1、2、1、2、1、2、1、2。さあ、どうですか、お尻触れてますか。今度ここを意識して縮める。最初手ブラブラでいいです。さあ、今度は上に引き上げる。1、2、1、2、1。ウエスト。さあ、どうですか、ウエスト半分が伸びて半分縮んでます。こういう感じ。ちょっと難しいです。縮める方と伸ばす方、縮めると1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。そうそう、ウエストが縮まってるのを感じましょう。はい、今度はそのまま手を上に上げて、上に伸ばしてる、縮んでる、伸ばす、縮む、伸ばす、縮む。1、2、1、2。どうですか、横の脇腹が伸びる、そして縮むと伸びる。1、2。少し息が切れてきましたね。はい、じゃあ横、はい、はい、そしたら今度はもう一度お膝上げていきましょう。1、2、1、2。手を胸に置きましょう。この肘を膝の方に1、2とつけていきましょう。息を吐いて、ふう、2、3。息吐いてますか。お腹力入れてくださいよ。お腹力を入れて、よいしょ、頑張って。さあ、そのまま今度は肘をねじってみましょう。ねじる。ちょっとグラグラする人は片手でいいですよ。ねじります。キュッ、ウエスト、結構きつい。大丈夫？結構息が。ああ、頑張って。はい、少し休みましょう。結構息が切れます。はい。息が少し切れるということは結構効いております。はい、ではもう一回最初から足を上げていきましょう。ふうふうふう。さあ、息を吐きますよ。はい、今度はお尻を振っていきます。お尻を振って振ってお尻を振って、1、2、1、2。さあ、手をつけて、1、2。難しいかな。伸ばす方と縮む方を意識してください。さあ、手を上げるよ。上げて、伸ばす方と縮む、伸ばす方と縮む。息を吐いてください。吐いて。はい、下に持ってきました。そしたら上げていきながら、息を吐いて、お腹を縮めて、5、6、
1、8、9。はい、そしたらねじります。ねじってねじって、キュッキュッキュッ、8、9、10。さあ大きく息吸います。上にぐーっと伸びて、お腹しっかり伸ばしてください。さあちょっとお腹へこんだでしょうか。さあちょっと息が切れますけれども、今ねそんなに長くない運動です。6分か7分ぐらいの運動ですけれども、ぜひ毎日やってみてください。はい、今日も見てくださってありがとうございました。またねー。